アテンション。このゲームはオートセーブに対応していますなん。早くない？早いよね。皆さんどうも、キノコ系ゲーム実況者、リュウと申します。今回はですね、こちらのゲームやっていくんですが、キノコ系ってなんだって思ったっしょ？僕もわかりません。はい。ということで、今回はこちら、キノコヌンというゲームプレイしていくわけなんですけども、こちらちょっと視聴者さん、こちら視聴者さんからね、リクエストをいただいたゲームなんですが、はい。とても可愛らしい見た目してて、こちら結構ショッキングな内容のね、ゲームとなってるっぽいんですね。はい。冒頭のね、めっちゃクソ短いね、警告文から、ちょっと読み取れるんですけども、ちょっとショッキングな内容になっているので、はい。今回はこちら、気をつけつつプレイしていきたいと思います。はい。まあ、基本ね、グロいアニメとか見てる僕のチャンネルなんで、多少のショッキングでは驚きませんよ、僕。はい。ということで、やっていきたいと思います。キノコヌン、かわいい。ニューゲームやっていきましょう。え、何？今一瞬なんか映ったよね。何？めちゃくちゃ気になるんだけども。はい。注意事項を表示しますか？表示しましょう。アプリをアンインストールするとセーブデータが消去されてしまうのでご注意ください。あ、そっちの注意？ゲームの作者は MT サジ様であり、ぬか漬けパリピマンではありませんので、ご注意ください。ぬか漬け、ぬか漬けパリピマンってあれですよね。バカゲーとかめちゃくちゃ作ってる。なんかすごい心配なんだけど、大丈夫？バカ要素吹っ込んでこないかすごい心配なんだけど、とりあえず分かりました。了解です。ありがとうございます。それでは CM 後に、CM とかあるの？ CM とかあるの？何？ CM って。何？何？ CM とかいう概念があるんですか？タッチスタート、はい。CM？ 何？ CM って。すごいゴーゴー言ってるね。何？はぁ、CM は？CM は？まあ、触れないようにしまして、はい。あら、可愛らしい女の子が。てん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 。え？どうした？ここ、どこ？私、学校の帰り道で森を歩いてて。ふざけてんな。全然思い出せない。ここは誰かの家かな？ということで、はい。まあ、見た目はなんかすごい家っぽいんですけど、まあ、監禁されてるっぽいですね。はい。少女監禁ゲームということで。とにかく、ここを出なくちゃ。はい、ということで、ここ、おっそ移動おっそええレベルアップって何が何何この何このネズミみたいなのいやえ誰この声はどこから聞こえてくるの君の頭の上だよすげえ変態みたいだな構文がすげえ変態なんだよ。どこ？君の頭の上だよ。もう変態じゃねえかよ。あ、頭？あ、なんか生えてる。取れない。何これ。俺がナレーションすると卑猥になるのってなんなん？いたたたた、やめて、痛いよ。ね、改めまして、こんにちは。僕は、キノコだよ。あ、こんにちは、キノコさん。私は、ヌンです。なんか、すごい声のキャラ設定変わってるけど許して。ヌンちゃんか。よろしく。はあ。とりあえず混乱しているみたいだから僕が状況説明するよ。よろしくお願いします。なんかチュートリアルキャラクターみたいなのかな。僕はこの屋敷で生えたキノコだから結構詳しいんだ。のんちゃん、君は誘拐されてんだよ。え？誘拐？うん。背の高い人間が君を担いできてここに寝かせたのを僕は見たよ。何それいや、黒ずくめのイメージが。君はなんだか眠らされているような感じだった。それで、その誘拐した人っていうのは。顔はよく見えなかったな。でも君をここに放置してどっかに行っちゃった。星。ふざけてんな。どこかに。それから何時間も経ったけど、その人はまだ戻ってきてないな。さてさて、ヌンちゃん。幸いなことに君は縛られてもいないし、満身創痍ってわけでもない。チャンスだよ。確かに、そうだね。お、元気になってきたね。じゃあ、とりあえず出口を探して、この屋敷を探索してみようよ。ふぅー！わ、めっちゃテンション高いやん、このキノコ。やだ。うん。ヌンちゃん、引き気味。このキノコさん、親切だけど、ずっと私の頭に生えたままなの？なんとかならないのかな？ということで。あ、移動が早くなった。移動早くない？あ、なんでしょうこれ。なんか生えてる。生えてるじゃない。もう、キノコとごっちゃになって、もうわかんなくなった。
絵画が飾ってあるね。タイトルは黒い人は愛も知らず。やっぱ黒ずくめの組織なんだよ。見た目は子供、頭脳は大人。それだろう、絶対そうだ。ヌンちゃんもきっと怪しい薬飲まされてね、黒ずくめの人たちに。ふむ、なかなかのタイトルかな。そうなの？黒要素一切ないんだけど。こっちはなんかある？何にもない。あ、杭がある。なるほど、何かを引っ掛けるのかな。上にもあったよね、杭。ここにもあるよね、杭。杭があると思ったらキノコ。何それ。硬さは杭並み。いや、それ以上かも。マジか。何イエーイ、キノコは進化した。進化したん？言ってなくてごめん。実は僕には特殊な性質があってね、君が歩いてくれるとちょっとずつ成長することができるんだ。歩くと？うん、まあ原理は僕もよくわからないんだけど。そもそもキノコが喋ってる原理がわからないよ。まあそこはね、フィクションということで触れないでおきましょう。まあそんなわけで、たくさん歩いてどんどん僕を成長させちゃおう。成長させちゃおうってなんだ。なんで？怖い怖い怖い怖えよ。成長していくと僕はいろんな特殊能力を覚えるんだ。マジか、便利だな。なポケモンみたいな。そうなんだ。まあといっても機能が増えるには結構たくさん歩かないといけないかもだけど、まあそんなわけだからよろしくね。成長どんな感じなんだろう。とにかく探索を続けよう。なになに、なんか硬いキノコって卑猥だねって言おうとしたら、すげえなんか成長しちゃってるね。あ、かわいい。でもこれ車？マックイーン、カーズだ。おもちゃの車かな。通れない。積みですねこれ。あ、機械仕掛け、電源が入らない。なんか電源を入れればいいんですね。あ、じゃあこの辺を探索すると、最初にここら辺見ておくのが鉄則なんですけども、全く見てないっていうね。金庫開けるのには番号がいるよ。僕はそういうのよくわからないな。そっか。ちょっと姿戻ってません、キノコくん。わかんねえ。なあ、あんなくだらないものを金庫に隠して何がしたいんだ。いいから答えを教えてくれ。使うんだよあれ。くだらないもの？もしかして開ける必要ないかな。え、マジ？赤い鳥は愛を知らず、白い蝶は声を枯らす、黒い狐は命捧げ、極彩色の狸は水を飲む。どういうこと？長い長い長い。透明の人は火に飛び込む、青色の象は明日を思う、黄色の神は山へ帰る、緑の鯉はお眠りを。長いって。紫の我が家は構わず食った、橙の魚はどこ行った。なんかまた成長しちゃったよ。でかっ。ヌンちゃんの表情が。ヌンちゃん大丈夫ですか。絵画が飾ってあるね。タイトルは黒い人は愛を知らず。わかった。なるほど、並び替えだ。意外と鋭いからな、あれ。黒だから、まずは、黒い人だから、黒い狐、愛を知らず。2、ほにゃらら0だね、これ。2、ほにゃらら0。あった！ 240 だ。わかりましたよ。これで240入れればいいのかな。1、2、3、4。あ、いた！よーし、さすがの観察力。おめでとう、ぬんちゃん。ありがとう。これは、電池。お！電池手に入れた。やった！アイテムを入手しました。アイテムはメニュー画面で選択することで装備することができます。おー。怪しい場所を調べると使用することができる場合がありますと。なるほど。で、これで車のところに一直線だね。よし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 。電源が入らない。これで？あ、これだ！ん？あ、装備して？使えた！ぬ、電池を入れてみようか。あ、入れられる。入れてみましょう。で？すげえ、効果音がかわいい。全然進まないやんけ。これで取れるね。やる気のないカーズですね。取れた、やった。これが杭か。何かを引っ掛けるのかな。何かを引っ掛ける。何これ、でかいよキノコ。だいぶヌンちゃんの表情が曇ってきてるけど大丈夫？侵食されてません、これ。大丈夫？午後2時か。お母さんお昼ご飯を用意して待ってるだろうな。じゃあ早く帰らなきゃ。さっさとこの屋敷を脱出しよう。お、いいね。これは？電話は通じない。というか、コードがない。なるほど。電話をかければ、なんか、進むとかあるのかな？新たな菌類について、最新の動物実験の結果を報告する。劇的な成長は60歩周期で起こる。60歩ずつ成長していくって感じだね。その成長は5段階に分けられ、300歩で完全体と、そろそろやばくない？そろそろやばくない、キノコさん。この仕組みは紙や歯車のように正確だった。
300歩。どうしたんだい？怖っ怖っ。ああ、あーじゃねえお前。ヌーは心の中で静かに歩数を数え始めた。え？出た！あ、歩数計出た。あ、でもまだまだ大丈夫か。今何回だ？何回進化したんだ？ 60 歩ってことは、サブ68。あ、じゃあ、あと2回携帯が残っているってことだね。何を安心してんだ。まあ、まだ大丈夫っしょ。とりあえず、こっちはいけないっぽい。下行って、下行って、お！出れた！で、ここに扉がある。ここに扉があって、あ！でかい！うっ、キノコさん、頭が、痛いよ。やばい。キノコさん、キノコさん。ヌンちゃん、成長っていうのは痛みを伴うものだよ。そんな、キノコさん。大丈夫だよ。次の進化で終わりだから。はは。怖い。終わり？さあ、行こう。怖いって。書斎だって。なるほど。そんな冷静に言ってる場合じゃねえんだよ。ピアノが置いてあります。グランドピアノ。ピアノ？ピアノ教室、通いたかったな。なるほど。ピアノが好きなんですね、ヌンちゃんは。意外と音楽家になる才能があるかもしれません。このパソコン、動くぞ。ディスクを入れてください。なるほど、ディスク。なんかディスクがあるんですね。どこにあるのかな？ディスクを探せという。やばいよ！あと30歩しかないよ。一歩一歩大切に生きていかないとやばいよ。これは人生の大切さを教えるゲームだったんでしょうか。何かの作業台。怪しい、何が置いてある？怪しい薬が置いてあるけど何がなんだかわからない。薬があるんですね。特に何も見つからないな。見つからない。え？なんかのギャグ。キノコさんの顔めり込んでますけど、これ大丈夫ですか？ダンボール。ほう。残念ながら中身が入っているので持っていけない。ほうほうほう。で、曲がやばいよ。そろそろピンチなんじゃない？そろそろっていうかもう10歩しかないよ。は。電話。電話は通じない。というかコードがない。2台の電話をつなげることができるってことかな。ここで？あ！やばいよ！キノコが！ああ！ああ！グロテスク！あ！ヌンちゃんが！ヌンちゃんが！おっと！ちょっと待って！ヌンちゃん！僕は今、すごく気持ちがいいよ。こんな晴れやかな気分は生まれて初めてだよ。ああ！キノコ！ねえ、ヌンちゃん。ありがとう。僕はこんなに成長したよ。怖いって！キノコ裏がああヌンちゃんがタイトル画面が変わっちゃってる。おい BGM 変えろや。え、さっきのは夢？あ、ちょっと待って、記憶があるタイプですか？あ、記憶があるちゃんと。でも夢と同じ場所だ。なんだか結構暗いけど、早くここから出ないと。車動いてるのか。え、やばい。あ、やあやあ、ヌンちゃん。お久しぶり。キッキしてた？キノコさん。なんかさ、俺が呼ばれてるような気もするのはすげえ、自意識過剰なんだろうけど。やっぱり、あれは夢じゃない。夢で終わらせないよ。怖っ。なんちゃって、冗談だよ、冗談。キノコさん、最後のあれは。ああ、あれが僕の最終形態なんだ。さ、最終形態。ちょっぴり大きくなりすぎちゃったね。あんなると君は動けなくなっちゃうみたい。ごめんごめん。でもあそこまで行くと僕は自立できるようになって、君から離れることができる。僕、他にしなきゃいけないことがあるからね。でも安心して、しばらくしたら、ほら、こんな感じに元通りになるからさ。え、怖くね？やだこのキノコ。次の最後の進化の時も、また君は、ちょっと痛がるかもしれないけど、それもしばらく待てばこうやって収まるから。いやだ。大丈夫だよね。さ、行こう。怖いって。ちょっとじゃない。そうだよね、だいぶ痛い。ちょっとじゃないよ。そうだよね。あ、もし君が前回のアイテムを持ってたのだとしたら、最後の場所に置いてきちゃってるかもしれないよ。え、マジで？あ、そういうシステムあるんだ。最後の場所、どこだっけ？あ、なるほど。これ車は？あ、動いてるちゃんと。やる気のないマックイーンがしっかり動いてる。
とりあえずもうしっかり気をつけながらやっていきたいんだけど、もうそろそろ進化しちゃうよ、やばいよ。ああキノコさん、キノコさんやばいね。とりあえず戻っていこうか。まあアイテムは持ってなかったから大丈夫だけど、いろいろ回るべきことが、回るべきところがあるんだけど、消火器、今のところ使い道はないかな。いずれ使うってこと？何これ？ああなんだこれは。え？ヌンちゃんの抜け殻？かわいい。抜け殻？私？やだ怖い。ただのゴミだよ。あ、ゴミって言い方ねえだろお前。ムスカ大佐かお前。人がゴミのようだ。さ、アイテムを回収しよう。アイテムは持ってませんでしたね。これは何なの？前の私？じゃあ今の私は？苦しんでますね。アイテムを回収。ああ消えちゃった。カレンダー。カレンダーは先月になっている。剥がし忘れかな？タイムリープ系？やだ、怖い。ただの観葉植物。ちょっと弱々しい。ヌンちゃんを刺しているのかな？ああ、やばい！やばいやばいやばい。じゃあ女子トイレに入っていきたいと思います。だってヌンちゃん女の子だもんね。ヌンちゃん女の子だからしょうがないよ。ぬぬ、ゴミ箱の中にロープが。あ、これは、不意に結びつけるんではないか、と予想する。で、男子トイレもしっかり一応ね、入っていきたいと思います。はい。メモが挟まってる。館長の書斎いいよな。研究室に直通しの隠し扉があって、パソコンで開くんだぜ。ハイテクだよな。この前一回だけ忍び込んで使ってみたんだが、やっぱりいいな。マスオさん入ってない？ただ、その時に仕事道具落としちゃったんだよな。多分階段付近だと思うけど、館長あの階段登ると怒るからな。明日はこっそり取りに行こうと。ふむふむ。隠し通路。パソコン。なるほど。パソコンを開けば隠し通路が開くみたいな、そんな感じか。とりあえずじゃあ下に進んでいけばいいのかな。これは調べられない。ああ、やばい。かわいい。やばいよ、キノコさん。もう何も言わないね。怖いね。なんだかびっしり書いてある。ゴミの分別とか、挨拶の仕方、目上の人の敬い方とか。なるほど。これはあー、戻ってきた。あ、なるほど。こんな風に、道が分かれていて。なるほど。繋がっていると。あ、どうした？そんな、玄関に施錠が、あんなに。嘘でしょ？あらら、あからさまな、錠前だね。嫌なやつ。嫌なやつ。ぬんちゃん、もぎ取りなさいよ、もう。もう痛みをどうせ感じるんだったら、もぎ取りなさい、ぬんちゃん。鍵を探さなきゃ。帰る。私は絶対家に帰るんだ。うんうん。その息だよ、ヌンちゃん。きっと、屋敷内に鍵はあるはず。隅々まで歩いて回ろう。ね。ねじゃねえよ、お前。ねじゃねえよ、お前。ねじゃねえよ。いやいやいや。キノコさん。だいぶ勝手なキノコさんですね。ただの本棚かな。一冊本が抜けてるのが気になる。お、これは差し込むパターンですね。青鬼とかやってるからわかりますよ。難しい本ばかりだ。あ、でもちょっとだけ本も混じってる。子供もいたのかな？アイテムがロープだけだね。ということは、ちょっと調べていこうか、ドアのところ。あ、やばい！あ！あ、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 ぬんちゃん、落ち着いて。大丈夫、ちょっと痛いだけさ。そうだろう。ぬぅ。そうだろう。やだ、怖い！あ、はい。ね。じゃあ、歩こうか。怖いよ。発芽したキノコは太陽の光に弱い。一部分でも太陽光が当たれば、え、マジで？そのため、当施設には窓をつけていない。窓つけろよ。太陽の光。でも、キノコを育てるようななんか施設だったのかな。外にさえ出られれば。ヌンちゃん、どうしたの？早く帰りたいなって思っただけ。そうだね。僕も、外が待ち遠しいよ。強がり？それとも、まあでも光が当たらない、出れないってことが分かってるのかな？それぞれ鍵穴が違う。どこに3つの鍵はあるの？なるほど。やっぱ鍵を探さなきゃいけないってことは、とりあえずロープをね、結びつけに行きたいと。ああ、やばい！もう300歩！ああ！ぬんちゃん！頑張れ！最後の意地だ！最後の意地だ！俺押してないよ！俺押してないよ！ぬんちゃん！ああ！俺のナレーションいらなかったな。またここなの。出た
あれ、ヌンちゃんの抜け殻近くない？あー、キノコが。声枯れてきたよ、俺。ナレーションのしすぎで。いやいや、ヌンちゃん、久しぶり。あ、君からするとさっきぶりって感じなのかな？いや、やだ。もう。もう嫌だよ。あらら。ああ、ヌンちゃん、落ち着いて。そんなヌンちゃんに、今回はプレゼントだよ。え、何をくれるんだ？まずは、第一弾。周囲が少し明るくなったでしょ？これで僕らが少し発光できるようになったんだよ。え？いらな。ちょっと緑に光っていらなくね？え？どうなっちゃってるの？私の体。そして第2弾、これをあげよう。出戻りキノコ、何それ？キノコ。もうトラウマになってるよね、キノコ。なんと、このキノコを使うと、この拠点まで戻ってこれまーす。いい。すご。大地に使ったね。さあ、それじゃあ歩いて歩いた。やだなぁ、このキノコ。ああ、もうやかましい。ぶった切ってやりて。はい。とりあえず、ハサミを回収しよう。ただのゴミだよ。ゴミって言い方ねえだろ。アイテムを回収。よし。オッケー。で、そしたら、ロープを装備しまして、これで杭に、結びつけられるのかな、これは。む、ロープを引っ掛けてみようかな。引っ掛けてみましょう。降りられるかも。あ、マジ？あ、すげえ。レバー、あ、すげえ。開いた。レバーが開いて進めるようになりました。これは、この部屋の左にある通路ってどうやって行くんだ？前の部屋の箱パズルでも行けるんだろうけど。とりあえず階段から箱の上に乗れるっていうのは分かったけど、箱をどう動かしたらいいのかわかんねえ。陽気だな。これは一つ前の部屋のことかな。前の部屋のパズルで隣の部屋に行けるのかな？ぬいぐるみ、必要ない。いやでもぬいぐるみも心が休まるからいいんじゃないかい？ほとんどおかしい。糸お菓子なんちゃって、はっはっは。え、なに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 、え、ちょっと待って、アプリがさ、ちょっと一旦フリーズしちゃったから入れ直したのよ。無駄なあがきだよ。もう僕は二度も君を産んでいる。君が眠ってる間に君の代わりに300歩歩かせておいた。え、あ、そういうこと。こわ。残念だったね。あれからもう何年経ったと思う？君にとってはほんの数日のことかもしれないけど、僕には長い長い旅路だよ。僕は君にまた会いたい。でもそれにはまた準備期間が必要。また会おう。初めて出会ってから75年経った世界で。え？どういうことですか？キノコ！何？意味がわからねえんだけど。いろいろ変わりすぎだろ。怖っ。何が起きてんだよ。え？いつもの場所だけど、ひどく荒れてる。何があったんだろう。嘘？この穴とか、あ、進めるんだ、ちゃんと。ああ。Hello. キノコくん。いやあ、ぬんちゃん。キノコさん。ここはどうしてこんなに荒れているんですか？うん。まあ、いろいろあったからね。え？そうだ。僕が進化し続けた俺みたいなものだけど、君が歩ける量は少し増えている。それに、君の目はもっと鋭くなった。今まで見えてなかったものが見えてくるはずだよ。ありがとうございます。もう気が抜けちゃってるじゃん。ああそうだ、そこら中に歩くキノコがいるかもしれないけど、そいつらは僕の味方だから気にしないで。え、味方？え。これでもしかすれば外に出れるかもしれないよ。え、マジで？マジで頑張って。じゃあそろそろ行こうか。なに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 、不穏すぎる。あ、抜け殻がここにある。すげえ助かる。真っ黒なところは通れないってことだね。なんでここに。とにかく回収しよう。アイテムを回収。よし、オッケー。とりあえずロープを一応、あ、ロープあったか。よし、ここでロープをかけまして、降りて、でここになんか仕掛けがあるんだよね。あ、まだ調べきってないから調べよう。本が落ちている。はあ、本を手に入れた。なにこれ、重い。
何の本でしょう。なるほど。これで足場をなんちゃらかんちゃらできると。なるほどね。そういうことか。難しい。奥が深いですね、このゲーム。今日の実験中、何人かの研究者がおかしくなった。どこからか声が聞こえると訴えてきた。明らかに幻聴だ。地下の閉鎖的な空間で仕事を続けていたせいだ。彼らにはしばらく休暇を与えた方がいいかもしれない。なるほど。わかんねえ。紅茶かな？ちなみに私、紅茶にはうるさいんだよ。で、紅茶って何？さあ行きましょう。もう説明するのが無駄だってわかってんだね、ぬんちゃんも。めんどくさくなったのね。うん、そういうこと。むむ、このスイッチを使うと、部屋の箱の位置を、ああ、マジで戻せる。ああ、なるほど。リセット機能がありますよ、と。ああ、どうしたの？キノコくん？どうした？なんだかキノコさんの形、違う気がするんですけど。ああ、これが最後だからね。必要な形に変わったんだ。必要な形？すごい卑猥だね。俺がナレーションするとすごい卑猥だね。怖っ。動かせない。ああなるほど。ここで乗って伝っていけると、そういうことか。ああわかりやすい。てことはよ、わかったわかったわかった。これを右にずらしてあげて、でこれ下にしてあげればいいんでしょう。いやさすが冴えてますね。でこれ左行って、こういうことか。なんでやねん。いけないよ。どういうこと？あれ？これ50？ ん？これ50歩で大きくなってるよね。これ50歩単位とかそこらで大きくなってない？あれ？なんか単位おかしくなってるよね、これ。とりあえず、キノコさんが成長しちゃった。これは何だろう？調べられん。どういうことだ、これは。これはどうすればいいのかな？あ！わかったかもしれない。これ、通路をうまく使って、ブロックを左に持っていきたいんだ。ってことはだよ。これ何にもないんだね。この右下の。めちゃくちゃ気になるけど、これ何もなくて。で、ここで押すことができる。おー！わかったわかった。キノコ、ロコ、ノコ、元気ノコ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジ。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ、美味しさたっぷりキノコ。あー、わかった。グッドタイミング。あー、もうこんなに歩いてしまった。落ち着いて、ぬんちゃん。君なら、きっと、いや、まあ、行こうか。なに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 ？もう本当にやだ。怖いよ、このキノコさん。キノコ、ロコ、ノコ、元気ノコ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジ。あー、やばい。なにこれ？ぬんちゃん？浮いてますが。え？何が起きてるんだ。終わりだよ。すべてが終わった。またね、ぬんちゃん。え？何？何？わけわかんねえ。ありがとう。君のおかげだよ。長い長い年月をかけて、僕らはやっと外の世界に行ける。それじゃあ、君を解体してあげる。君との関わりは、とても楽しかった。じゃあ、ね、あれ？外出れたじゃん。ぬんちゃん。結局夢ってことだったんですね。外に出られたの？あいつは、キノコは。あ、なんか気づいた。なんだ？なんだこのシュールな図は。なんだこれは。やべえのが飛んでんだけど。やべえ。なになになに？なんか星のカービィのなんか、0とか02とかそこら辺の、あれ？
原爆落とされた。もうキノコに世界が侵食されちゃった。エンディングナンバー8、バッドエンド、終わりの始まりの終わり。うわぁすげぇ記録歩数マックス、総歩数1912歩、おめでとうございます。あなたはカビ級です。え？ダメだったってこと？ああ、この世界を救えなかったということか。うわぁ。これ歩数とか控えたらちゃんとクリアできるよとかいうやつなんだろうね。けどキノコにも侵食されちゃって、ヌンちゃんは居場所をなくしてしまって、世界の終わりは一番のバッドエンドじゃねえかよ。うわぁ。きついね、このゲーム難しい。ということで、キノコ。はい、ということで、今回プレイさせていただいたんですけど、うわ、なかなか奥が深いゲームですね。はい、ということでですね、もうぜひ、もう次回こそはね、クリアを目指してやっていきたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、このキノコスタジオチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。次回が楽しみな人、ぜひぜひグッドボタン忘れずに押して帰ってください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。あのさ、よくチャンネル名の由来聞かれるんだけどね。すげえ卑猥な質問やめてくんない？